様に、一言ご挨拶の方をお願いいたします。本日はお越しいただいてありがとうございます。この映画は、一昨年から、撮り始めて約1年と、編集で、数ヶ月かかって、やっと完成した、映画です。で、ご覧いただいて、分かるみたいに分かるように壮大な歴史を、今に生きる、人事関係、親子、朝鮮渡航の末裔たちが、この壮大な歴史を、引き継いで、それをどういうふうに伝えていくかっていうのを、ストーリーの流れを、大事にしながら、作りました。2時間ぐらいですけれども、飽きずに、見ていただけたら、嬉しいなと思っております。はい、監督ありがとうございます。でですね、最初にですね、劇中の、アニメーションを担当されました小川泉さんが本日会場内にいらっしゃってくださってますので、あとよろしければ一言だけご挨拶をいただけないかなと思っております。すいません。はい、すいません。あ、はい、ではよろしければこちら、はい、どうぞ。劇中のアニメーションのパートを担当しました小川泉と申します。はい、監督から実写で残ってない陳家の祖先の方々の部分をアニメーションで表現するシーンを作りたいとのことでご相談いただいて、祖先の皆様のこう佇まいというか、どういう気持ちで、あそこの場で歩いていらっしゃったのかとか、そういうことを考えながら作りました。ご覧いただきありがとうございました。